お前さ、たくめ、将来は豆腐屋継ぐのか？あんまり考えたことねえな。まさかお前卒業したら東京行っちゃうんじゃねえだろうな。行かねえよ、東京なんて。東京住みにくそうだし。それ聞いて安心したよ。匠がいなくなるんじゃ俺も考え直さなきゃいけねえからな。お前主体性ないよ。匠くんと話せなくなってどれぐらい経つのかな。どうしてかな、こんなに辛いの。お前さ、俺ん家に変な電話よこしたことあるだろ。謎の電話をかけてきたのが夏樹の友達白石だと感づいた匠は、白石を屋上へ呼び出す。夏樹の付き合っていた相手が白石の父親だったことを知る匠。口も聞いてないからな、あいつと。俺にはもう関係ないしな。その男は突然やってきた。お前が秋田の八六か。若いな。意外だぜ。男の名は古賀島海。最近ストリートにデビューしたいろは坂のダウンヒルスペシャリストだ。文太のライバルだったという走り屋古賀島健の息子である。子供の頃から父親にカートを教わり、オートバイで毎日のようにいろは坂を往復していた負けなしのダウンヒラー。ついに文太に勝てなかったという古賀島健は、息子同士のバトルでリベンジするため、海に勝利するための秘策を教える。いいのか、親父の車がどうなっても知らねえぞ。かくして親子二代にわたる走り屋対決の幕が上がろうとしていた。よく来たな。コースの下見はしなくていいのか。もうやってきた。早めに着いたから一回りしてきた。そうか、なら早速始めるか。スタンドであった時ははっきり分からなかったが、今は感じる。こいつは早い。痺れてきたぜ。やる気はねえな。タグミ、作戦何か。親父さんなんか言ってなかった。順風寛風なんですよ。親父はアスファルトのベリと地面との境目についてるバースを使えって言ったんです。がむしゃらに行くだけですよ。痺れてきたぜ。やる気はねえな。いいラインだ。地元の俺が見ても惚れ惚れする。手ごわいぜ藤原匠。生半可な仕掛けは通用しない。まるで東部センスの塊みたいなやつだぜ。まるで縫うように駆け抜けている。
難なくクリアしていけるがいい。難しい峠を難なくクリアしていけない。できれば無事に返したかったんだ。俺も親父の車で走ってるんですよ。前に一度その車にアクナですれ違ったことがある。俺その時瞬間的に思った。これは叶わない相手かもしれないなって。それぐらい強烈な印象だった。結果的に俺は負けたわけだから、その時感じた予感は正しかった。地元で負けたのはショックだけど、いい体験させてもらったぞ。すごいよ、お前とお前の親父は。またどっかでやろうぜ。腕磨いたけど。